九鬼本地区本一用水は、埼玉県九鬼市を考えしていた、農業用水路である。旧九鬼町の内大技九鬼本、大技、九鬼新、本町、九鬼中央、九鬼北二丁目、南、九鬼東などには、北西より東南にかけて台地が存在していた。この台地の上に、九鬼の町場が築かれ、九鬼本寺、本町、九鬼本寺中町、九鬼新寺中町、 区域新寺新町などの町として発展してきた。この区域本、区域新のうち、南側に所在している低地の水田などを考えしていたのが、この本一用水である。かつては、区域町の主要考え用水路であったが、現在では、流域周辺の市街化、宅地化などによって、農業用水の需要が次第に薄れていき、現在では、開局間はわずかとなっている。 本町五丁目の流域で水路を暗渠化し、地上部を遊歩道として整備した区間も存在する。この遊歩道の区間より、下流の流域では完全に埋め立てられ、地上は道路となっている。しかしながら、流路跡は競小道路として現存しているので、痕跡をたどることは可能である。このような現状から、今日の残存流路ではもっぱら用水路としてではなく、 都市排水路として用いられている。なお、流路の詳細に関しては、下記の流路説を参照されたい。10、1968年頃。ありがとうございます。